こんにちは。今日はエマのスポーツカーを紹介します。入学のお祝いにおじいちゃんとおばあちゃんが買ってくれました。これはピクニックテーブルです。これは電話です。あとエマがお腹空いた時のおやつのサンドイッチです。あとエマが水飲む時の水です。あとこれは座るその椅子です。猫ちゃんとエマが座ってなんかおやつとか食べるとこです。これでエマと猫ちゃんが座りました。標識です。道を教えてあげるドル標識です。ここにはお花があります。白2個で黄色1個です。これは地図です。ここ屋根があります。なんでかって地図が濡れたらよく見えないからです。ここにはさっきは白2個だったり今度は黄色2個です。お花が今度はスポーツカーを紹介します。まずタイヤが動きます。こっちはハンドルが動きます。ハンドルです。これ、ここがハンドルです。手で、動けます。隣には地図が入っています。これはエマのカバンです。で、ここは猫を乗せるようにできます。はい、猫を乗せました。今度はエマを乗せます。よいしょ、手を上げて。落ちないようにエマがここに刺さるようになっています。今日はエマのスポーツカーを紹介しました。また見てねー。